どのチームもそうだと思いますけども、コロナ禍のかこの2年以上全く踊ることができませんでした。でこの、場所で踊らせていただく、その機会を与えていただいたことを本当に嬉しく思っています。で今日日本旗が上がるんですが、皆さんから見て左側には大阪の鳥モズ、大阪の花桜草を、デザインした旗が上がります。で右側は、うちのチームの一番大きい旗がありますので、そちらの方も楽しんでいただけたらと思います。では精一杯楽しみたいと思います。よろしくお願いします。土佐の高知で生まれておよそ70年、我が夢舞台は大阪で27年目を迎える今年。しかしこの2年間はイベントはもちろん練習すらできませんでした。今回このようなこの踊る場所を提供いただきまして本当に嬉しく思っています。この感謝の気持ちを変えて楽しみたいと思います。私の夢に何夢が舞い降りました。夢に役に置き感動しく遠のきがまばゆい花咲く恋がこのようなでも見もにた思いです。さあさあ駆け巡れこんなところ追い続く限り覚えて
はい、この暑い中ご覧いただきまして本当にありがとうございました。